ちょうどあそこで看板が解体されています。看板が剥がされた跡も見えますね。ここは JR 東日本新潟駅万代口です。あそこの光る看板が撤去されたのも話題になりました。現在万代口は一番隅っこに追いやられています。先日60年の歴史に幕を閉じた新潟駅万代口駅舎、もう間もなく解体が始まります。実はこの新潟駅舎は3代目であるということをご存知でしょうか。初代と2代目の新潟駅舎、つまり新潟駅は作られた時はなんとここではなかったんですね。開業当時の新潟駅はどこにあったのか、今日はそちらをご紹介していきたいと思います。はい、こちら現在の地図になります。右下の方から線路のタワーがやってきております。左下の方にもこちら1号線と上越新幹線の線路があります。上の方から左にかけて信濃川が流れております。上の方が河口ですね。万代橋から道がずっと来て、新潟駅の駅前広場に来ております。こちらが現在の新潟駅なんですけれども、ではですね、初代そして2代目の新潟駅どこにあったのか、地図を少し古くしてみましょう。こちら赤い場所がですね、現在の新潟駅の場所なんですけれども、線路がだいぶ少なくなりましたけれども、ここにですね、西潟というふうに書いてあります。万代橋の場所一緒ですよね。なんですけれども、ここに新潟駅の場所がありました。ではですね、これを現在の地図にまた戻してみますと、ここということなんですね。少ししか離れてないように見えるかもしれませんけれども、これはですね、新潟駅別の場所にあったということになります。では、この新潟駅があった場所、今どうなっているのか、ここに行ってまいりました。その場所にやってまいりました。現在この代々木ゼミナールが立っているまさにここに、1958年までは初代そして2代目の新潟駅舎があったのです。それが解体されてすぐにかは分かりませんけれども、その跡地にこの代々木ゼミナールが立ったというわけです。では初代の新潟駅はなぜここにできたのか、そしてなぜ今の場所に移動したのか、次はそれを見ていきましょう。そのためにはまずは新潟県の鉄道の歴史をご紹介する必要があります。新潟県で最初に鉄道ができたのは、上越の直江津駅から南に向かって長野の方なんですね。こうすることによって東京の上野の方までつながることになります。なぜこのようにつなげたのかと言いますと、日本海側の港とつながることによって船との連絡をするためですね。その後新潟市の新潟港までつながります。日米修好通商条約によって開業した5港にも選ばれてますしね。現在の信越のルート、当時は私鉄なんですけれども、それで沼田駅までつながることになります。もうこの沼田駅、現在は存在しておりません。その後、遅れること5年、沼田駅と新潟駅との間がつながることになります。この新潟駅というのは、現在とは場所の違う初代の新潟駅ですね。それではもう少し詳しく見てみましょう。右下の方から信越にやってきておりまして、上の方に行って沼田駅見えますでしょうか。なぜここに沼田駅作ったのかと言いますと、この上の方に、今は見えないですけども、新潟港があったんですね。当時の鉄道というのはまだやはり荷物を運ぶものでしたから、新潟港のすぐ近くに作ったわけなのです。その後ですね、人が乗るようになるんですけれども、人というのはですね、信濃川を挟んで新潟市の方にいっぱいいました。そしてですね、こちら新潟市と沼田町なんですけれども、沼田町の方は柴田藩、新潟市の方は長岡藩ということで、もうずっとですね、長年の間犬猿の仲だったわけなんですね。そんな沼田町に鉄道の駅ができたということで、新潟市の方も人いっぱいこっちにいるんだから、こっちにも作れやということになります。なんですけれども、この地図見てもらいますと、まだ橋は万代橋しかありません。当時ですね、橋を作る技術というのはですね、ほとんどなかったわけなんですね。なので、折衷案ということで、信濃川を万代橋で渡って、そのたもとに新潟駅を作ろうということになったのでした。なんですけれども、沼田駅の場所がですね、これほとんどもう川のすぐ近くということで、ここからつなげるためにはですね、地図にはもう出てしまっておりますけれども、もうギュインと折り曲げて、そして信濃川に沿って万代橋のところまで行くと、そういったルートしかなかったわけなんですね。これが最初の新潟駅がここにできた理由ということになります。じゃ、これで今度現在の地図に変えますと、それがこちらというわけなんですね。だいぶ埋め立てられておりますけどね。そしてその後ですね、左上の方に越後線というのがあったんですけれども、それと信越線をつなげたいということになります。さらにですね、この荷物の需要というのもかなり減ってまいりまして、この沼田駅もいらねえんじゃねえかと
いうことに次第になってまいります。そうした時に信越線と越後線つなげる時にはもうちょっといい場所が必要なんじゃないかなということで、現在の新潟駅の方に1958年に移動をして完成開業をしたわけなのでした。この代々木ゼミナールの校舎、まあ当時の新潟駅舎よりは立派なものだと思いますけれども、いや、ここに新潟駅舎があったんですね。60年前のことです。そしてこの道を一本挟んだこちら側にはですね、このような弁天公園という公園があります。実はですね、こちらがその新潟駅の駅前広場だったんですね。それを今に残すべくこのように公園として整備をされているのでした。ここがですね、初代の新潟駅と示す何かあるかなというふうに思ったんですけれども、ちょっと見つけられませんね。しかもちょっと弁天公園もかなり小さくはなっております。するとですね、あそこに何か石碑といいますかパネルがありますね。ちょっとこれは何が書いてあるのでしょうかと思って見てみますと、ちょっと違いましたね。公衆電話発祥の地というふうにあります。ここがですね、新潟県で初めて公衆電話がつけられた場所なんだそうです。そしてその脇にはですね、現在も電話ボックスが残っているわけなんですけれども、まあここに新潟駅ができたと考えれば、ここに新潟県初の公衆電話ができたというのも納得ですよね。そういった意味では、まあ、ここが栄えていた場所ですよと示すものなのかもしれません。さあ、そして今度はその校舎の後ろ側にやってまいりました。向こう側に駅前広場があったということは、多分こちら側に線路が入ってきたということなんでしょう。この道路と同じ角度で多分線路が入ってきたというふうに思われます。というわけで今回は昔の新潟駅の場所をご紹介いたしました。